のですまあ、会議ですね会社には会議がつきものなんですけども、まあ、会議はね100%無駄ですね私は今はそう思います、まあ、そんなね会議なんていうのをね1秒でもやってる会社があったらすぐにやめた方がいいと思いますあの、まあ、会社って社員がね5人とか10人とか20人とかね時には30人ぐらいが集まってよく会議するじゃないですか会議っていう仕組みはぜ一体全体何なのかってことをねよく考えてみると分かるんですけどもこれはね個人で責任を取らさずに 取らずに済む仕組みなんですよ個人で責任取らない。この仕組みをね、合法的にしたのが分散したのが会議なんですよ。会議で決まったら、そこの会議に参加した人みんなの責任なんですよね。だから個人的な責任を追求されることがないんですよ。だから印鑑もたくさん押すんですよね。でも結局、印鑑を押す人が増えると、自分も承認したけど、他の人も承認したから、自分一人の責任じゃないですよってことになってくるんですよ。 ね、だからね、会議って全く無駄だと思いますよ。そんなね、会議する暇があったら、社員が10人とか20人集まってね、会議する暇があったらね、あの一人一人が自分で売り上げ作ってくれば済むことなんですよ。会議なんてしなくても。自分で商品を用意して、自分で集客して、自分でセールスして、現金回収。で、お客さんのフォローアップも自分ですればね、はい、会社に売り上げですって入れてくればいいわけでしょ。会議中って売り上げ上,上がんないですからね。で、 会議でよく見る風景なんですけども、会議っていうのはね、出来のいい人と出来の悪い人が混ぜこぜで参加してるんですよ。で、そこで起きてる喜劇っていうのは、あの会議の中でね、出来のいい人は自分の自慢話をしてるんですよ。で、出来の悪い人は惨めな思いをしているか、もしくは退屈してるんですよ。それ以外役割ないですよね、会議に参加する人。いいですか、出来のいい人は自分の自慢話ですよ。 出来の悪い人は退屈をしてるか惨めな思いしてるんですよ。お互い意味ないですよね。だったら出来のいい人は勝手に売り上げ取ってきて会社にどんどん入金してね。それで会議なんていらないわけですよ。出来の悪い人はまあ何もしなければいいんですよ。うん。それでそのまま退場するかね。終わっていけばいいんじゃないですかね。うん。だから会議って何も生み出さないんで、私はね、その会議をするっていうのは以前は必要だったと思うんですよ。 以前はその会社の中でパフォーマンスをしてお互いになあなあとやっていくそんなね時代ってのは必要だったと思うんですけども、まあ、今はね会議いらないですよねまさにね会議の時間をいつにしましょうかっていうことも会議で決めなくちゃいけないんですよ何を決めるかってことを決めるための会議とかありませんか会議って結論を出さないといけないですよねでも結論って最初から出てるじゃないですか一人一人売り上げを上げることですよね <laughs> それ以外なんかあるのかなと思っちゃいますよね。うん、だから会議で業績が良くなるんだったらそんなねあのバカな話はないんですよ。潰れる会社なくなっちゃいますから。うん、だから会議をやってねなんか意味があるのかな、うん。会議がない方が意味深いと私は思いますね。うん、だからあの皆さんねお勤めの会社で会議があるんだったら何ともねその会議の費用もバカになんないですよ。うん 人件費の高い人が集まって会議室から出ないわけでしょ。世の中に何のね、影響を与えてるんですかってことですよ。まあでも会議ってのは必要なんだっていう方がいると思います。まあそういう方はやっていただければいいんですけども、会議中は売り上げ1円も上がらないですよ。で、できる人は会議なんていらないんですよ。自分で商品用意して、自分で集客して、自分で売ってきて、はい、入金ですってやれば OK ですからね。会議いらないんじゃないですかね。うん。まあ。 何か役割があるとしたら最初に言いましたけども責任を個人で取らずに済む仕組みが会議なんではないかなと思います。さあそれでねこれからじゃあね会議もないじゃあビジネスを自分でしていく一人一人がまあね個人の時代だっていう時にあの私たちはねどんなものがこれからビジネスになっていくかとか商品になっていくかってことを考えなくてはいけないんですよね。でこれもすごくシンプルなんですよ。 あの今情報ってものすごく増え続けてますよねそれこそ一日ごとに膨大な量増えていって一日二日ちょっとメールボックスを開けてないとメールがズバーッと並ぶじゃないですかだから情報ってものすごくねたくさんあふれてるんですよでも本当は自分に必要な情報ってすごい限られてるんですよ でもたくさん集まった情報とかたくさん目にする情報の中で自分に必要なものなのか何なのかなってことを選別する時間に大半取られて結局これとこれとこれが必要っていうふうなところに行き着かないまま余計な情報をずっと吟味していて1日2日が経っていくんですよね、うん、だからいろいろ調べ物したけど何の役に立ってたんだろうみたいなことが結構あったりとか自分には当てはまらないよねっていうことが分かるだけだったみたいなねそうなってくると あの必要なビジネスって最短で自分に必要な情報にたどり着く方法をきちんと教えてくれる人が必要になってくるんですよ。で逆にお客様の必要な情報をはいこれですよって渡せるかどうかっていう勝負になってくるんですよ。だからねあの A さん B さん C さんっているとして A さんに必要な情報だけあればいいんですよね。B さんに必要な情報だけあればいいんですよ。C さんに必要な情報だけあればいいんですよ。でも A さん、B さん、C さんに必要かもしれないけどもよくわかんない多くの人に支持されてる流行だよっていうものをね持ってきちゃうとどうなるかってことなんですよ。世の中では流行ってるかもしれないけども A さんはこれいらないって言われちゃうかもしれないですね。えでもこれ世の中ですごく流行ってますよ。トレンドですよ。ね、でも A さんには全く意味のない情報だったりするんですよ。結局これが会議そのものですよね。会議に出ても 自分にに当ててはまるもものが何にも見つけられなないんんでで無駄だってことなんですよお客様に当てはまるものが全く見つかんないから無駄だってことなんですよ。単なるできのいい人が自分の自慢話してるだけなんですよね。うん、でその人はそれでうまくいったんですよ。結果論ですよってことなんですよ。だからうまくいった人と同じことをやってじゃあうまくいくんですかねというのはうまくいく人がやったことっていうのはうまくいってる人がやったからうまくいくんですよ。で、出来の悪い人は 出出来来ののいいいいい人人をしてうまくかかななら出来が悪い人なんですよだから出来が悪い人は出来が悪い人がうまくいく方法を見つけてこないといけないんですよね。これちょっと難しい言い方になりますけども本当その通りなんですよ。うん、だからねなんか運転免許を取った人にみんなにフェラーリ与えてもダメなんですよ。軽自動車がいい人軽トラーがいい人ブルドーザーがいい人いろいろ用途と目的に合わせて年齢とか経験に合わせて握るステアリングがみんな違うんですよね。 うん、だからいきなりみんなね横一線で同じものを与えてもダメなんですよ要するに、えー、これがレースで優勝した車ですよって言ってからね全員に与えてみんなが優勝しますかってことなんですよしないんですよ違うんですよ人によっては3着が一番いいパフォーマンスだったり5着が一番ね結果が良かったりとかね優勝すれば何でもいいってもんではないんですよ、うん、やっぱりそれぞれの,その着物と人間には柄ってのがありますからねだからある人は 失敗したからこそたどり着けるゴールがあったりするんですよねだからそれは本当に今ねセンサー万別なんですよその辺を見誤らないようにやっていかないとまあアフィリエイトがね儲かるぞっていうからアフィリエイトやってみたけども自家アフィリエイトの案件探すだけで1年経ちましたとかねそんなことになっちゃうし転売が儲かるらしい転売は初心者でも実絶対に売り上げが上がるからやってみようからねやるんだけどもあらりが低かったとか在庫を抱えちゃったみたいなね ななこととっっちゃったりとか、ねうん、で暗号通貨で儲けた人がいるからって、ね、参加してみたら高値掴みして破産しちゃったみたいなね、うん、だから自分に扱える情報はどれなのかなってことをきちんとね教えてくれる方がまず身近にいるかどうかってことなんですよだからコンサルっていうのが必要になってくるんですよねでコンサルっていうのは自分の状況をいいことも悪いこともきちんと等身大でお伝えしてでコンサルの先生はそれを組み合わせてどのルートが一番 パフォーマンスを担保してくれるのかってことを順番に伝えていくっていう仕事になってきますよね、うん、やっぱりねあの誰もが成功者の法則で成功はできないんですよ、うん、A さんには A さんの成功の法則 B さんには B さんの成功の法則 C さんには C さんの成功の法則がありますんでそれをきちんとねデザインして届けてくれる人そういう人をコンサルに置くといいんじゃないかなと思いますよねそうなってくると会議は必要なくなってくるわけなんですよ、えー 会議で最小公買数的な成功例を聞くんではなくて、最大公約数的かもしれないし、少数の、少数決ですね。自分にしか当てはまらない方法かもしれないけども、万人には受けない方法かもしれないけども、自分がベストパフォーマンスを出すようなね、ルートが導き出せれば、それはビジネスとしては成功するわけですからね。うん、らそういうことだと思うんですよね、うん。ということで、会議をする会社はもう全くの無駄ということです。それよりも、 自分に必要な情報だけを選んでくれる人と付き合っていった方がいいんじゃないかなと思います。だから、コンサルであったりね、即果塾であったり、ドリア化だったりするわけなんですよね。ということでございました。こんばんは、以上です。